だから私はもっぱらもう高田純次。硬いよね結構。やっぱ年上好きって感じだ。年上でなんかこうおちゃらけてる人、なんか、おちゃらけてる、力抜けてる人みたいなのが好きかな。もうね、いいね。もう純次高田一本。うちは、メンバーだったら誰好き？メンバー？ブ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 ーって。ドリフじゃなくて？違う違う。20？ あ、20のメンバーだったら誰好き？20？ でも、女子10人か。違う違う違う。どういうこと？わかんない。20って何？女子12学校。違う違う違う。なんか増えた最近。違う違う違う。20。コメコメか。20プロ。20プロ。嘘でしょ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 。逆になる。嘘でしょ嘘でしょ。見てないの？結構有名。当たり前じゃん。めっちゃ怖いんだけど。もう1000万回再生とか言ってるよ。嘘でしょ。でもそれ言うなら、ドリフは視聴率 60%、 視聴率 60% 言ってるよ。過去。もうそれ過去。過去だけど。怖い。嘘でしょ。20キロ？マジですごい。いいな、また一から覚えるんだと思う。何？いいなと思う、また一から覚えるんだと思う。あ、逆に楽しめるジャンル的なこと。いいな。じゃあさ、一番こう最初見て誰好きになろうかなってなってて、この子だと思ったけど結局途中でガラッと変えられて、今行き着いたら結局 JY パーク好きになってるって流れもできてるってこと。 JY パーク？嘘でしょ。JY パーク知らない？マジでサファリパークは好き。じゃあ二次プロ見てから JY パーク見るもよし、 JY パーク見てから二次プロ見るもよしなんだけど。JY パークわかんない。JY パーク知らない？2PM とか。 2PM はわかる。わかる。あの韓国の、そう歌って踊れるみたいな。元 JY パークだよ。 JYP 普通に言ってくんない？なんでその JYP をさ、シェーファーフィーみたいにするの？泣かないでよ、そんなんで。どういうこと？めちゃめちゃ日本でオーディションがあったの。その中からみんな地方とか予選で。じゃあ日本人グループってこと？まあ、日本人で固めてる。日本人グループで、韓国の事務所。そう、韓国の事務所が、ソニーと手を組んで一緒にやりましょうって感じなんだけど、やばい、知らないんだ。知らない。あ、もったいない。一緒に応援しよう。でも見てみる。じゃあそんなに言うから、一番最初ね、この子のためにやってるんだとか思ったりするの。あ、それぐらいもうエース的な、エース的なのがいるの。この子のためにやってるんだって思ったんだけど、違うの。どんどん成長してくる女の子がいるの。ごめん、女の子のグループ？ね、どっち？そこからか。どういうこと、そこからかって。見てない？ね、それ韓国ダンス。韓国ダンス。GGGGG。 違う、GGGG こっちでしょ。承知したでしょ。違う、メイクに貼って見てない。なんかその笑顔見てない。嘘でしょ。あ、絶対見た方がいい。アルタ前歩いてたら上で流れてる。本当に。まずね、どういうタイプの女の子が好き？女の子好きじゃない。どういうタイプの女の子？じゃあ男でいいよ、すぐ見つけてあげる。だから高田純次か。リーダー的タイプね。まこちゃんだ。リーダー的って。高田純次ってまこちゃんだ。なんかおちゃらけてる感じ。絶対的エースって感じ。ふざけてる感じ。絶対的エースって感じ。ダンスも歌も。私、高田純次に。まこちゃんだ。絶対的エースを感じたことがある。まこちゃんだ。わかる。いや、純次はふざけてる感じ。まこちゃんだ。こういう感じで。ふざけもちょっとやってくれるって感じはするけど。いや、純次はもうずっとふざけてる。だって、大先輩のなんか指輪食ったりとかしてたよ、なんか。高い。まこちゃんはみんなをまとめる、輪っかだから指輪だね。まこちゃんだ。そうなの？あ、でもわかるわ、その気持ち。確かにな、なんかさ、こう誰かに引っ張ってってほしいってタイプでしょ。そんな風に思ったことそんなにくるの？ポジション大変だよ、結構。いや、狙ってないよ、別に。なんかね、ずっとこうなんか、もともと練習生で頑張ってね。で、みんなでデビューしたい。泣ける系なんだ。みんなでデビューしたいねって。本当に前は、この子が活躍するかどうかだけど、きっと、まこちゃん、まこちゃんなりに、もうリーダーだし、年齢も上だし、みんなをまとめなきゃいけないって思ってた。
泣けるところもあるんだ。当たり前じゃん。え、やばいよ。家族からの応援ビデオとかやばいよ。韓国に半年とかみんなでいて、うん、そこで家族からのメッセージ届くの。ああ、そんだけ離れてると確かにちょっと家族からしたら寂しいよね。当たり前だ。まだ子供でしょ、だって。そうだよ、みんな16、17、18とか。私17の時毎日ファミチキ食べてた。じゃあ、うん、みんなでさご飯作ったりもするの、本当に一つじゃなくて一つ屋根の下で泣きすぎ泣きすぎ一つ屋根の下でみんなで頑張っていこうと思ってた。逆にあなたはそのなんか見る気なくなっちゃう、そんだけそんだけ泣いたら。なんでさ、自分のさ、親の気持ちになったらよ、自分のさ娘をさ、うん、送り出して、その子がさ頑張ってる頑張ってねってさ念を込めてさお願いねって決めてるさ。ねえ、そうだよね。うん。だからさ、もう歌詞にさその絵顔を見て、もう親の気持ちじゃんってなるのよ。確かにね。親の気持ちいい、面白そう。見る見る、私見る見る、見てみるね。見てください、うん、見てみる、うん、見てください、うんうんうん、オッケー、見てください。え、分かって、うん、ジェネパークやってるんだけど今。え、見てください。だから JY パークって何なのそれ。もうだから向こうの、そう、事務所、大きい事務所、それ JYP、うん、JY パークは向こうのこう自分を見る、プロデューサーな、歌って踊れるつんく。いやいや、つんくは踊れはしないかでしょ。あ、今でも現役バリバリ歌って踊れるつんく。え、現役バリバリなの。私のイメージはそう。あ、プラス秋元さんて、バケモンじゃん。バケモン、歌って踊れる秋元さん。もう歌って踊れる秋元さん。秋元さんが腕組んでこうやって踊ってるイメージ。そうだよ、来年もね、JY パークのさ、うちコンサートを何も見たの。JY パークっていう人は、じゃあ自分でコンサートも開くし、歌も出してるってこと。だから、その練習生たちを自分のコンサートに招き入れたりするの。でも、そこで。でもお客さん入んなかったら恥ずかしいね。パンパンに決まってんじゃん。JY パークさ、パンパンに決まってんじゃん。なんかプロデュースはするけど、お客さん入んなくてみたいな。ズゴーみたいなあったりするとか。帰ってください。帰ってください。あ、そんな感じなんだ。帰ってください。あ、だから JY パーク韓国人だから日本人に対しては帰ってくださいって言うんだ。一生懸命日本語覚えてるの。で、韓国語覚えてきた子に、俺が覚えてる日本語よりあなたの喋ってる韓国語の方が上手いですとか。自分、うわ、なんか今のグッときた、急に。自分の弱いところとかもグッて見せてくれたりとか。でも、自分のパフォーマンス力で圧倒させて、自分のライブに連れてくる、うん。え、女、男、どっち？どこに決まってんじゃん。決まってない、わかんないよ。けっちゃんばっちゃん。だって今のこの動きなんか女の、ね、おっさん、秋元さんがそのやってたら気持ち悪いじゃん。可愛いの。なのに可愛いの。秋元さんがそのやってたら気持ち悪いじゃん。なのに可愛いの。動き、けっちゃんばっちゃんブリブリ、けっちゃんばっちゃんブリブリ。ブリブリとか言ってんじゃん。いや、もう可愛いの動きも。表情もすごいし。でね、ジェンパクが言うのコンサートで。え、女の人って。違うに決まってんじゃん。この踊りでさ、なんか。可愛いの。女の子教えるから自分も女の子の動きできなきゃいけない。で、顔も女の子になる、表情も。もうひょら表情も女の子に見える時あるよ、もちろん。だからコンサートで言うの、私は、この俺はこの来年もここに立つと。その時にお腹が空いてもみんなの顔を覚えるためにぐっとこらえて、来年またここで素敵な姿を見せたい。だからお腹が空いても僕はぐっとこらえるんだ、体型維持のためにねって。あ、そういう意味でか。お腹が空いてもぐっと、何その私に当てつけみたいなかな。どれぐらい努力できる。いや、何それ急に。どれぐらい努力できる。別にしないよ、努力なんか。腹筋とかちゃんとできる。しない。プランクとかできる。え、まやちゃんがさ、プランクやってたんだって。あのね、なんかダンスとかのキレとか上がってるプラス、ジャイパックが気づくの。なんかダンスとかのキレが上がってるんじゃなくて、なんか筋トレとかしましたか、そこまで見るの。ジャイパック、ジャイパックが筋トレとかしましたか。そしたらまやちゃんがプランクとかって言った。プランクやったんだ。それ日本語で言うの。あ、韓国語。わー、そうそう。そんな言わないけど、シビル語みたいな。言ってない。なんで急にアベンジャーズ。いや、こちらこそだよ。こちらこそです。違うの、気づくの、ジェイパークが。そういうさ、気づく目とかさ、あと最後にミリーちゃんにね、痩せてから気をつけてね、ちゃんとご飯食べてねっていうの。そういうところまでさ、自分がプロデュースってなんか、そういうところまで気づけて自信ある。鼻落ちんないでよ。ジェイパークだって落ちるよ。鼻落ちんないでよ。ブリブリ。
無理って言いながらほじるじゃない。J.I. パンクは別にほじってもいい。J.I. パンクもほじるよ。J.I. パンクほじんなよ。でもありがとう。絶対見て。OK。絶対見ないじゃん。